予選、私が発生する前ですか。今の直令でガウェインさんは、私が月の表側に現れる前に契約を破棄されていたことになった。そのため、結果論として、私とガウィンさんは出会えず、私は彼を取り込めない。取り込めない以上、さっきまでここにいたガウィンさんは、表側に戻ることになる。大したものです。そんな発想で、私の手から逃れるなんて。やっぱり、レオさんは特別でしたね。でも、それも消えました。これで、月の裏側にいるサーバントは2体だけ。聖杯戦争に参加せず、ずっと隠れていたジナコさんは、私の見落とし。先輩のサーバントは、ものすごい執念で、自分から世界の壁を突破して、こちらにやってきました。まあ、その際に色々と欠損したり、私から初期化のプレゼントを受けてもらったわけですけど。ほんと、信じられません。越えられない壁を越えてしまった。来てはいけない世界に来てしまった。だから当然、その代償は分かってますよね。うん。そんなものは、後で豪快に踏み倒させていただきますが、今は、目の前の害虫駆除を優先します。え？戦う気なんですか？付き合ってあげたいけど、それは無理です。レオさんならともかく、低レベルマスターが私と向かい合ったら、それだけで蒸発しちゃいます。ため息をついただけで殺しちゃうとか、私、怖くて戦闘なんてできません。と、言うかですね。この通り、戦う必要なんてないんです。わかってくれましたか？これが今の、私と先輩の、現実です。私自身は何の攻撃手段も持たない、隠れて侵食するだけの弱虫だと思っているんでしょ？本当に愚かですね。ここまで一度も見逃されていると思わなかったんですか？センチネルとかエゴとか、ガイアに任せていたのは、ただの暇つぶしです。だって、私が出たら楽しいゲームにならないでしょう？
そう、これが私のスキル、ドミナ・コロナムの力、ムーンセルを介して全てを掌握する力です。これで分かってくれたでしょ。この世界も先輩たちもとっくに私のおもちゃなんだって。調子に乗って。でもでも、このスキル、国づくりレベルの大剣能じゃないですか。あれ、まだ逆らう気力とかあるんですか。すっごい。やっぱり人間の痩せ我慢ってとんでもないですよね。いえ、この場合は理性でしょうか。体力や本能を抑えつける強い理性と精神力。うん、大変素晴らしいです。でも私はこうも思うのです。そういうのって本当、生きることには足かせだなって。なのでまずはそれを壊しますね。ユリウスさん、もうやっちゃっていいですよ。え、何、どうしたの、いきなり倒れて。DD、 旧校舎にいる人間全ての処理を完了した。NPC たちはお前に降伏したいと言っているが、どうする？当然、オールデリートです。私を見捨てておいて、今更助かろうなんて、倫理設定に問題がありますから。助けないのなら助けは壊ない。それが筋の通った、矛盾のない AI の倫理観でしょ。ではそのように、死体は全て虚数の海に捨てておく。はい、また一つ先輩の心の枷が消えました。これで一層頭を空っぽにできるでしょ。皆さんって大変ですよね。生地心がある分、いろいろなものに縛られて。なので私は考えました。みんなを楽にしてあげよう。そのためにムーンセルを使おうって。ほら、基本的には皆さんの健康管理 AI ですから。私、嫌な予感しかしません。この勘違い、わがままド S 女の健康管理って何なんだっつーの。そうですよ。さあ、ついに BB ちゃんの本当の目的を皆さんに発表する時です。ご本。
ません。私はここに宣言しよう。私は人間の欲望を全肯定する。私は全能力で人間に奉仕しよう。そう、すべては人類と私の楽しい未来のために。建前なんかない世界、人が人として生まれ持った欲望を素直に吐き出して許される世界。愛するのも奪うのも生かすのも殺すのも守るのも犯すのも全部フリー。ムーンセルと私が一つになって、すべての人の欲望をあるがままに叶える世界を作ってみせるのだ。はい、ご清聴ありがとうございました。皆さん遠慮せず自分の欲望に素直になってくださいね。私の作ろうとしている世界がどれだけ素晴らしいか、まだわからないんですか？じゃあ、具体的にどうなるか教えてあげます。先輩だけのサービスです。分かってくれましたか、先輩？そうですか。結局、分かってくれないんだ。ま、いいです。それも承知の上ですから。もう見逃し期間サービスは終了です。この空間ごと、虚数空間の底に落ちてください。もちろん、それだけじゃお仕置きにはなりませんから、サーヴァントさんにも、罰を受けてもらいます。具体的に言うと消滅ですね。汚らわしいので私のメモリには変換しません。
先輩を守る？馬鹿らしい。もともと必要なかったんです。あなたたちなんて。だって、表側に戻っても、その人だけは最後まで。ちょっと、どういう意味です？それ。何でもありません。それじゃ、負け犬、いえ、負け主さんたちは、パッパって追い払っちゃいますね。サーヴァントは片付きました。次はもう誰の番か分かってますよね。はーい、海の底に沈んでいけ。ことはありませんから、せいぜい余生をお大事に。